皆さんこんにちはですミネオですはいようやくねあのお披露目することができるようになりましたということで、えー、先行プレイからこのね炎上バ爆破ビルドで操作らずっとやってきたんですけども一応右翼曲折あって一応ねなんとかある程度固まってきましたので皆さんにご紹介していきたいと思います、えー、ティア4でもソロでも割とサクサク安定して枯れるようになってます はい、えー、結構大変でしたはいということで、えー、と今回は、えー、とまずね映像の方少し見ていただいてから最後に装備とかスキルとかパラゴンボードとか構成見ていただけたらと思いますまあこれから、ね、ソーサリーちょっとやってみたいおっしゃあねえどうやったいのっていう方ねまあ少し参考にしていただけたら大変嬉しいです はいそれでは早速ね、えー、ギリギリのバグハービルドの戦い見ていただきましょうどうぞはいえー、というわけで今回は、えー、この光なき洞窟を、えー、やりながらちょっと立ち回り紹介していきたいと思いますはいここまあ、ちなみに一応あのね雲とかワンサが出てくるんですけど毒だけがめっちゃやばい 毒だけめっちゃやばいんで、もしね、ソロで周回したいわという方は、それだけ気をつけてください。ゴリッと削れちゃいます。はい。で、えー、っとですね、ここはマップも小さいんであれなんですけど、とにかく狭いし、めちゃめちゃ集団で来るので、えー、このバグハビルドにはとてもね、最適。はい。で、えー、っと、戦い方なんですけども、とにかく、とりあえずヒュドラ出していきましょう。はい。で、私、あの装備であるんで、2匹出ます。 なので、えー、とりあえず2匹出します。で、その後に、えー、ファイヤーウォール、ね、ファイヤーウォールを2回、で、ヒュドラ1回、ファイヤーウォールを2回、ヒュドラ1回というのが一番マナが安定する感じじゃないですかね。はい。で、えー、っと、常時ある程度アイスアーマーは、えー、つけるようにしてください。ただ、アイスアーマーにマナ回復が付いてるので、あのー、 その辺ね、調整しながらがいいかと思いますが、えー、アイスアーマー溶けちゃうと、やっぱ一気に溶けちゃったりっていうところもあるので、そこは要注意です。はい。で、あと、集団になった時にインフェルノ。これがね、今もあったようにかなり有効です。で、インフェルノ中は、えー、スキル撃ち放題。なので、だいっい、えー、とファイアーオール3回。で、あと、えー、ヒュドラ1回。 ぐらいは打てますなので先ほどのアイスアーマーと合わせてこの辺りでマナ管理をしていく必要がありますえー、最初っていうかね現状もやはり結構まだねしっかり管理していかないと途中で切れちゃう、まあ、途中で切れてもこの爆破炎上のビルドに関してはあのとりあえず炎上的はしてるんで掘ってたらどんどん体力が減っていくんですけどもえやはりね短時間でゴリゴリっと削りたいよと というところもあると思いますので、えー、しっかりマナ管理は必要になってくるかなと思います。はい。そしてですね、こんな感じで、あの、雲さん集団できたりするんですけども、はい、ここでフロストノバ、ここもしっかり活用していきたいです。はい。爆破させる寸前、もしくは爆破させる前に、フロストノバを入れることによって、脆弱状態になります。はい。で、脆弱状態になって、 さらに、エンチャントメントのファイアーボール。これが生きてくる。かつ、えー、粉砕。スキル粉砕ですね。これがまた、あの、敵が凍結している時に、えー、与えた分、25%のダメージをさらに発生させるというものなので、さらにドンと、はい、いう形になります。で、ちなみに、えっ、ー、と、今言いました、えっ、ー、と、エンチャントメントは、えっ、ー、と、ファイアーボール。 とえー、ファイアウォールちょっとややこしいねをつけてますでファイアボールをつけることによって先ほどのこの爆破が出ます。はいで、ファイアウォールに関しては炎上を、えー、時間を長くするというものになります。なので、えー、っとこちらのねエンチャントメントはもうこの2つかなと言ってます。ワットはこういう感じですね、はい。なので、あとはそのフロストノバを入れるタイミング、これも結構ね、大事ですね。 はい、なのでしっかり、えー、インフェルノ放ちつつ、はい、そしてフロストノバも入れるはいこんな感じで爆発していきますフロストノバ入れるタイミング本当ね結構難しいというか入れるタイミングによってはね大ダメージ出ますのでここ大事じゃないでしょうかはい とにかく、あとはヒュドラを切らさない。あの、ダメージソースの要はなんだかんだ言ってヒュドラなんで、はい、継続ダメージも強いんですけども、やっぱりゆっくりゆっくり、まあ、いわゆるね、ちょっとずつ削っていくということになりますから、はい、しっかりヒュドラを切らさないっていうのも、とても大事になってくると思います。はい、じゃあ、えっ、ー、と、一応ね、ボス。で、ボスに関しましても、えっ、ー、と、大体ここで、あのインフェルノね、ボスの時は疲れると思うんで、はい、 脆弱入れつつインフェルノ、はい。で、やばくなったら、あの、逃げてたらいいです。はい。あの、ヒュドラさん勝手に削ってくれるんで、はい。こんな感じで、あ、やばいなと思ったらね、このように逃げ回ってて大丈夫です。はい。えー、というわけで、えー、っとですね、じゃあ続きまして、えー、場所変えて、えー、スキル構成、パラゴン構成、あと装備関係、見ていきたいと思います。 はい。では早速ね、えー、っと、こちらスキルツリーの方を見ていきたいんですけども、あくまでこれまだね、えー、完全版ではそれぞれないので、ご理解いただけたらと思います。はい。こちらファイヤーボルト、基本スキルですが、えー、使ってません。はい。で、ファイヤーボール。はい。ファイヤーボールなんですけども、こちらもうレベル2か3ぐらいあった方が、まあもうちょっといいかもですけど、今回1しか触れてない感じです。で、下派生が2つ。 で、テレポートも、えっ、ー、と、派生ね、二つ、ここ横と取りたいんですけども、ポイント間に合ってないです。はい。これは、あのね、名声クエやりましょうと。で、モロバの、あの、大砲。こちらはですね、えっ、ー、と、装備で積んでるので、かなり威力高めになってます。アイスアーマーは1ずつあればもう全然大丈夫。はい。ここですね。で、えっ、ー、と、こちらのフロストノバはゴーは欲しいですね。はい。 で、派生がここと左の横。はい。で、えー、っと、あと、ヒュドラこれも装備で持ってますが、5以上は欲しいところです、えー。ダメージソースの要となります。で、派生はこちら2つ取ってあります。はい。で、幸運の一撃。ここがね、ちょっと微妙なんですけど、幸運の一撃とこの元素の加護。ここに関しては、まあ、お好みになってくるかなと。 はい、いうところじゃないでしょうかはいそして、えー、ダメージソースになりますのでこの辺の内なる炎はいそして不動のロチはいこの辺はぜひマックス取っていきたいですダメージソースですからねはいでこの下の、えー、ファイヤーウォールこれがめちゃめちゃ生きてくるこれ大事ですこれも装備で持ってますけども5以上は絶対欲しい 炎上系ダメージの要となります。はい。そして、えー、っと、派生はここね、下2つ取ってあります。もう派生ももう大体この形じゃないかなと思います。はい。あとは取る数字、どこまで取るかっていう。はい。インフェルノは1つね、はい、取って、で、もちろん派生も横2つは取っていきます。はい。 そして、燃え上がる心。これはね、めちゃめちゃ入ります。もうこれはすぐ3欲しい。じゃないと、カツカツなんですけど、マナが。これないともっとカツカツ。うん、もうカツカツ問題ですよ。本当に、もうあの、一、連打じゃなくて1秒遅らせながらね、うん、打っていくっていうのが大事。はい。で、粉砕ね、先ほど説明しました。粉砕。これによって、え爆破が生きてくる。うん。ここは炎系じゃなくて氷系。 はい。続いてじゃあ、パラゴン。いきます。これもあのね、ある程度、あの、ざっくり聞いていただけたらと思いますが、はい。あの、最初のグリフソケットちょっと育ってないんで、一応エリートダメージの分つけてます。で、基本的には、あの、マジック及び黄色ソケットの、えー、炎ダメージソースをメインに、えー、取っていってます。ちなみにレベル77。 で、えー、っと、地域名声が、えー、3つ終わってます。はい。そんな段階です。なので、えー、っと、これもあくまで正解ではないので、そこはご注意いただけたらと思いますが、はい。基本的に、えー、っと、ダメージ減少率とかはまだ取ってなくて、とにかくダメージアップになるものをすべて取っていってるような感じ。で、ここのグリフソケットね、上2つに関しましては、レベル15まで上げてるので、範囲が広くなってると思います。 炎上系ダダメメーージジと継続ダメージの分、はい、そして、えー、中身ねできる限り敏症、えー、だったり取ってると思いますのでかなり、えー、ここでの外炎ダメージ等は盛られてると思いますあとステータスのところもしっかり取ってるので、えー、ダメージボーナス分も載ってるような形となってます後で、えー、合計の、えー、数字の方は見ていきたいと思います はいでは、えーっと、装備関係の方も行ってみましょう。<ー>まずは、じゃあ先ほど言った数字関係ですね。はい。えー、っと、火炎ダメージ。はい。炎上状態がだいパー120%。そして、えー、下の火炎ダメージが今200%ですね。かなり漏れてると思います。はい。これでヒュドラゴリゴリの攻撃力上がってます。炎上ダメージもかなり上がってます。 はい。で、えっ、ー、と、装備関係ですけども、えっ、ー、と、こちら、あの、レア装備から、えー、パワーアップさせてます。特に、あの、ティア4に入ってからが、やっぱりかなり厳しくて、なので、えっ、ー、と、そういうところで詰まってる方、もしかしたらレア装備をレジェンダリーに変えた方が強いかもしれない。これも全ステータス、一応プラス56ついてますが、これがかなり大きいと思います。えー、未だに現役です。 はい。そして、えっ、ー、と、靴ですね。はい。こちらも全ステプラスついてます。こちらも、えっ、ー、と、レアからレジェンダリーに変えたものになります。えー、全ステと知力。はい。これが大事。はい。ユニークズボン。これあってから、えー、かなり延命されました。はい。常に障壁貼ってください。これあるとないとでは、やっぱちょっと変わっちゃうかな。あと、手袋。これも一応全ステータスプラスのがついてます。 まあ、あと、効果がまあまあまあかなというところじゃないでしょうか。あと、意志力。これに関しては、えっ、ー、と、先ほどのパラゴンボードで必要だったので、この手袋で持ってます。はい。そして、えー、これね、ユニーク。えー、先ほどのズボンと、えー、こちらの上ですね。これが出ることによって、だいぶ変わりました。はい。で、えー、っとですね、この上に関しては敵に突っ込んでいってスタン。それによって攻撃力伸びる感じになります。 はい。で、えっ、ー、と、頭ですね。こちらは、えー、よく、あの、これもレアからレジェンダーリーアップした分なんですけども、ヒュドラランクプラスにこれは結構ついてると思います。それに、知力と全捨ての分をつけております。で、何よりこの、泡スキルね。泡スキル必須です。これね、何つけとけよってね、言われたので、これつけてます。めっちゃ便利。これつけるだけでめちゃめちゃ、めちゃめちゃ長生きできます。 はい。そして、えっ、ー、と、アミュレットに関してはね、これ3つともそこまで完全じゃない。うん。ちょっと不完全さが目立ちますが、ここね、えー、全マスタースキルとか召喚ダメージアップついてます。あとさっきのね、えっ、ー、と、モロワン大砲、こちらで、えー、プラスについてますので、こちらのアミュレットつけてます。で、えっ、ー、と、この指輪に関しましては、マナスのね、あのー、リソース管理でつけてるんですけども、この辺はちょっと改良の余地ありかなと。 なので、できたら、まあね、スキルのクールタイム短縮とか、えー、リソースのね、あの、マナ消費量軽減とか、そういった方が、まあ、いいちゃいいとは思います。はい。なので、この辺は、えー、ね、改善の余地あり。で、この指輪に関しましても、ヒュドラね、一体追加ですけど、ここね、接続時間が指輪だと結構でかい。ので、 まあこの辺がね、もうちょっと20%ぐらいになるとか、あの武器とかの10%、15%のになると、だいぶね、こちらもリソース管理がしやすくなるんじゃないかなと思っております。はい、えー、というわけで、今回は、えー、なんとかね、皆さんにお見せできるかなというところで、一応、レベル77の、えー、爆破、炎上ビルドの方をご紹介させていただきました。なかなかね、本当にあの途中、また別動画で、 ね、話そうかと思うんですけども、えー、50でティア3行って60からティア4に来たんですけどもレベル60からがもうね地獄でした、はい、でちなみにこの砕けたプリズムでね装備穴開けるんですけどもあの今回ワールドボス倒すだけでめっちゃもらえるんでもうどんどん穴開けて宝石入れていきましょう底上げするだけでもねかなり勝てるようになるかと思います はい。私もなんとか70からね、ある程度安定して戦えるようになりましたので、みんなも諦めずに頑張っていきましょう。はい。というわけで、えっ、ー、と、いつもご視聴ありがとうございます。良ければ、えー、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、ぜひ、よろしくお願いします。じゃあま、まな、皆さん、ライブでお会いしましょう。はい。じゃあ。